回はその範囲を天空エリアと呼んで旅することに。まず最初に向かったのは世界で話題沸騰の天空スポットです。すごい景色が広がってます。崖の上に教会みたいなのがある。まさにもう天空の城、すごいところですね。チビタ・ディ・バーニョレージョは2500年以上も前、敵から身を守るため崖の上に築かれた小さな町。車が通れる道路みたいなのがあって、人が住んでるのかな。町への出入り口は長さ300メートルに及ぶ一本の橋のみ。現在の人口はわずかに12人。一生に一度は行きたい天空スポットとして SNS で世界に拡散中だ。